des Spiegels zersprengt. Und unsere Welt liegt in Trümmern da. So schlecht. Nande? Du ste ano mojamoja atama ga koko ni iru no? Kenkyūjō naide korosshiya ni osowareta no wa Yako shōchō dake da. Tsumari korosshiya no target wa Yako shōchō dattan da. Shikamo Yako shōchō wa あの写真を隠すために観葉植物の裏に投げ入れていた。隠そうとしていたってことは、所長はあれを重要な手がかりだと分かっていたってことだ。その理由は、あの写真の人物が夜行所長自身だからだ。あれは殺し屋に依頼した時に渡したターゲットの写真で、所長はそれを隠そうとして。シェフ。写真の顔についた血も、きっとわざとだ。ちょっと待ってよ、ご主人様。え、本当なの？本当にあのもじゃもじゃ頭が犯人なの？マジで？信じらんないよ。あの人がこんな入り組んだ殺人を企んだっていうの？そのために瀕死の姿にまでなって？僕だって信じたくない。でも。Die Beweise. Es gibt. Ja, Mann. Der anämische Vampir wird dich immer wieder mit Fragen bombardieren. Drücke den richtigen Knopf, wenn du denkst, dass du die richtige Antwort weißt. Du erleidest Schaden, wenn du alle heranfliegenden Angriffe ignorierst.謎怪人は消えてしまったね。真実がほとんど明らかになっている。もはや迷宮としての機能も果たさなくなっている。こんな状況で何をしても無駄かもしれないけど、一応こうしておくよ。これが私がやらなくちゃいけないことだから。 死に行こうとしている所長のためにやらなくちゃいけないことだから。ビビアスさん。ねえユウマ君、もし夜行所長が犯人だとしたら、あの殺害予告って何だったの？ Ich würde sagen, fake. Aber im Grunde ist ja genau das eingetreten, was darauf stand. Warum schickte er die Todesdrohung? Du musst aussehen, als wäre Dr. Gefahr. あの殺害予告が送られてきたことによって、それを見た全員が博士が狙われていると思い込みました。その状況こそが一連の犯行に必要だったんです。 Dadurch sind die Detektive ins Labor gegangen. 秘密の研究所に向かったのもあの殺害予告があったからでした。夜行所長は Alle versammelt. 小探偵たちをあの研究所に集め、その力を博士の殺害のために使おうとしたんです。そう、ウィゾー。超探偵の力を？シェフ、ウィゾー。でも、あの殺害予告は探偵にだけじゃなくて、保安部にも送られていたよね。わざわざ警戒されるのに、どうして？そこには、どんな真実があるの？いや、das、殺害予告を保安部にも送ったのも一連の犯行のためです。殺
殺害予告を受け取った保安部は現場に大量の保安部員を派遣しました。おかげで小探偵のみんなはその騒ぎに便乗する形で施設内に侵入できたんです。保安部員に変装することで。そっか、保安部員に紛れ込んで侵入するには大量の保安部員がいた方が都合よかったから。それが保安部にも殺害予告を送った理由です。ねえ、まだやる気なの？いい加減諦めないと。ビビ、私が危険なのは承知の上だよ。そもそもこんなに動いたのも久しぶりだしね。それでも。Bring mir nicht zum Lachen, es ist eine ernste Situation. 所長のこと、放っておけないからさ。ビビアさん。Ich verstehe dich ja. 話を続けよう、ユーマ君。保安部員に変装したみんなが、研究所に侵入した後の話だ。そこで、すでに研究所にいた君は、所長と合流したんだよね。はい。でも、その後の停電のタイミングで、所長は単独行動をすることになりました。けんな。待て待て！きっと今の停電で、騒ぎになってるはずだ。出て行ったら、保安部に見つかるぞ。やっぱりな、うようよしてやがる。どうするんですか？俺が連中を引きつけて時間稼ぎしておく。その隙に二人は博士の元へ急げ。あの時所長は時間稼ぎを口実にして先にエアロプスに隠れに行ったんです。 benutzt verraten und vor allem bin ich traurig。 あれを起こしたのも。 wieso chef？ 仕業なの。Oh, das wollte ich nicht. Okay. Weil die ganze Zeit jetzt die gleiche Antwort, gleich die erste war. Brr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 r
Security を突破する唯一の方法は、アマタンと探偵特殊能力を使うことだからね。僕らがその答えにたどり着くであろうことを、所長は見越していたんだよ。というより、信頼していたんじゃないかな。みんななら、きっと気づいてくれるって。じゃあな。あとのことは、お前たちに託したぞ。信頼？それのどこが信頼なの？結局みんなを利用しただけじゃん。Es ist ihm sicher auch nicht leicht gefallen. Er ist ja kein böser Mensch in dem Sinn. 殺害予告で超探偵たちを集めて、その探偵特殊能力を使って殺人を犯して。ただの卑怯者だよ。一緒に働いてたみんなを殺人に利用するなんて。今まで見てきたどの凶悪犯罪者よりも最低の卑怯者だ。死にやめです。もう少し。こんな卑怯者はさっさと。やめてくれよ。どうしてなんですか。僕は飛躍所長に助けられて、所長は記憶を失った僕を受け入れてくれて。そりゃ振り回されたこともあったけど、それでも僕は飛躍所長のことが大好きだったのに。大好き。bewundert どうして。 I loved him。 なんか写真に一緒に写っている女性が何か関係しているんですか？ Ja. 所長、教えてください。 Er hat auch die ganze Zeit im Laufe des Spiels immer wieder so angedeutet. それはただの謎怪人で、本物のもじゃもじゃ頭じゃないんだから。 Dass er was Wichtiges verloren hat. Und jemanden Wichtigen verloren hat. ご主人様、気をつけて。謎怪人といえども、現実世界のその人を反映した存在なんでしょう。だったら、そこに秘められた思いも同じなのかもね。植木鉢の裏に落ちていたこの写真、ここに秘めた所長の思いはもうわからないけど、この写真は殺し屋が用済みになって捨てたんだろう。所長は殺し屋が捨てたそれを拾って自分の血で汚し、顔を判別できないようにした後、植木鉢の裏に隠したんだ。この写真が見つかれば真相に気づかれると思って。ただその際に血の痕跡を残してしまい、それはまるでダイイングメッセージにも見えた。実際は隠しておきたい秘密だっただろうにね。ご主人様、わかってると思うけど、この謎迷宮から出るには犯人にちゃんととどめを刺す必要があるからね。とどめを。僕が所長に。やるの？本当に？全ての謎を解いた時、現実の所長は死ぬこと。Er wird so oder so sterben. Er hat das Gift eingeatmet. Er war bereit zu sterben. ユーマ君も見たでしょ。所長はもう死の瀬戸際にいた。それでも君は真実の名のもとに所長を葬るの？所長は記憶をなくして困ってる僕を助けて受け入れてくれた。そんな所長のことを僕は心から信じていた。そんな所長にとどめを刺す。わ
私は案外気に入っていたんだ。夜行探偵事務所での少しの平穏と少しの平和がある世界を。ピピアさんは気づいていたんですね。この事件の真相に。Warum hast du uns nicht aufgehalten? なんとなく。Du hast...Du hättest uns mehr aufhalten müssen. Ich habe einen Plan gemacht, weil ich von der Ausreise gewusst habe. Aber ich habe die Augen geschlossen. Die Welt, in der er lebt, hat ihn verändert. Er wollte es auch nicht wahrhaben. Er hat gehofft, wenn er wegschaut. Was ist passiert? Das ist der Grund dafür.ユーマ君がいずれ真実にたどり着くことは分かっていた。だから近づけたくなかったんだ。Es war nicht gut genug. 真実を暴いたところで誰も救えないことが分かっていたから。所長も君自身も。Wir sind mit der falschen Einstellung hier reingegangen. Wir sind hier reingegangen, weil wir gedacht haben, wenn wir...beweisen, wie es passiert ist, können wir rauskommen und den Chef retten. Und jetzt haben wir nur sein Todesurteil unterschrieben. Ich weiß, er stirbt zwar eigentlich so oder so wegen dem Gift, aber was für einen Unterschied macht das, wenn wir die Klinge schwingen?どんな残酷な真実でも受け入れる覚悟。今がその時なんですね。そう。君はそれでも真実を求めるんだね。それが君の覚悟だというのなら。ちょっと、これ以上ご主人様の邪魔は。ユーマ君、覚えている?所長が魂の声で呼びかけてくれたことを。それは真実は残酷だよな。歴史上真実が優しかったことなんて一度もない。だけどな、真実から目をそらして嘘を抱えたまま生き続けるのも辛いもんだぜ。結局真実から目をそらすことはできない。生きてる限りは痛みと向き合うしかないんだ。だったら深く考えたってしょうがないだろう。迷った時は自分の心を信じろ。たとえその結果が間違ってても胸は晴れるからな。私は、oh, chef. いつも真実から目をそらしてきた。自らの平穏と平和のために。Weil das der einfachste Weg war. そんな自分に胸を張れるかと言ったら、そんなことはなかったよ。結局は、ただ逃げているだけだったからね。Und jetzt? だからこそ、ユーマ君。Diesmal wirst du nicht davon laufen. 私は君に託してみたいと思ったんだ。Das ist gut. 託す。死神と契約してまで真実を欲した君のその覚悟を見てみたかったんだ。真実を暴くべきではないと思う反面、君ならどんな残酷な真実にも立ち向かえる気がして。私は。Dieser Moment ist alles, es ist alles sehr, sehr traurig und sehr schön. Es ist nur irgendwie sau witzig da hinter uns. Auf der linken Seite liegt der Chef. Er liegt aber die ganze Zeit, während sie so.Schön quatschen. Wenn du es, je länger du es anschaust, desto dümmer wird's. No. Danke. Ich erleichte, es ist tatsächlich sehr erleichternd, dass ich nicht alleine bin. Bibia-san. Mayotta toki wa自分の心を信じろ。たとえその結果が間違っていても胸は晴れるからな。わかりました、夜行所長。
今までありがとうございました。Also, Zeit dafür, dass das, ja, ja. Wo befindet sich das Gemmelabor? Was haben wir denn da? Messer, Gegensprechanlage und Armor Pearl. Armor Pearl, nicht Armor, Armer. So, was ist hier los? Morddrohung. Wie wurde mit Dr. Huesca kommuniziert? Mit der Gegensprechanlage. Gut. Hat sich nichts freigeschaltet. Messer und Armor Pearl. Wo hat der Täter sich versteckt? Wie kam der Täter am Sicherheitssystem vorbei? Das jetzt, oder? Jawohl, sehr schön. Okay. Das Messer, wessen Kraft wurde verwendet und jetzt mit welcher Mordwaffe? Amaterasu Corporation, Friedenswächter, die Kontaminationsgerät. Ist das jetzt nach oder vor dem Mord gewesen? Na, hier hat er sich wieder rein. Das heißt, das kommt hier vorne hin. Oder? Alter, schau dir das an! Dass dir das so... Er war bereit, sein Leben zu geben. Und hat einfach darauf vertraut, dass wir... das hinbekommen. 7, 11, was ist bei 11? Wer hat den Täter getötet? Den Täter getötet? Was? Wer ist der Täter? Was haben wir denn dann noch? Wessen Kraft? Nein, das ist dann Fubukis Kraft. Könnte das denn hinpassen? Das da hier? Morddrohung wird ein. Und auch Friedenswächter. Okay, hier. Fubukis Kräfte und schlechter Künstler Fink. So, warte. Machen wir das so. So, Fubukis Kräfte. Und das ist eh gleich dahinter. Wer hat den Täter getötet? Der schlechte Künstler. Und... wer ist der Täter? Jako. Geheimnis enthüllt. Aber wie glücklich ich darüber bin. の被害者はウエスカ博士だ。今回の事件では彼をターゲットとした綿密な殺人計画が立てられていたんだ。あのジジイ博士はアマテラス本社の研究施設にいて、しかも最もセキュリティが強固な重要研究室に引きこもってたんだよね。Er hat nur nicht damit gerechnet, dass irgendjemand so
so eine Determination hat, einfach sein eigenes Leben für die Sache zu geben. Wer denkt denn auch daran, dass irgendjemand... それと同時に本当に殺し屋を雇って施設に侵入させたんだ。ジジイが狙われているってあえて知らせることで保安部と長探偵を研究所に集めたんだね。この計画を実行するには長探偵の力が必要不可欠だったからだ。犯人自身が 研究所に侵入することも含めてね。一方、犯人が雇った殺し屋は予定通りに研究所に侵入していた。ちょうど僕たちも誠さんと一緒に着いた頃だ。で、なんやかんやあって、ご主人様は黄泉って人に閉じ込められちゃったんだよね。でも、その後すぐ僕は保安部に変装したデスヒコ君と犯人に襲撃された。 この時、犯人は保安部が駆けつける騒ぎに乗じて、まんまと研究所に侵入していたんだ。でも、犯人たちと合流した直後、突然停電が発生した。これを理由に、犯人は僕たちと別行動することになったんだ。そもそも停電自体、犯人が殺し屋に依頼してたんだよね。ご主人様と別行動になるのも計画通りってわけか。 その停電の隙に犯人はエアロック室にある通気口に身を隠したんだ。その後、僕たちは犯人の室に。博士の安全確認。Man has this so schwer. Bin so traurig. でも、重要研究室は別電源で稼働していたから、特に問題は起きていなかったんだ。博士の命が危険だとか言ってたのも芝居だったんだね。ご主人様はすっかり騙されたよ。 ただ、そのインターホンでのやり取りの最中に、博士は何者かに襲われてしまい、僕たちは博士の研究室に向かわなければならなくなった。それって、今度はジジイ博士の芝居だったんでしょう。ご主人様を罠で殺して、その死体を利用しようとしてたなんて。ご主人様はすっかり騙されたよ。 なんで嬉しそうなのかわからないけど、あの博士の芝居のせいで事件はより複雑になってしまったんだ。ただ、siehst du aber mal, wie viel auch Zufälle in solchen Fällen zu tragen kommen, weil wenn er nicht so getan hätte, dann wäre es irgendwie logischer und klarer gewesen wahrscheinlich, wie er gestorben ist, etc. etc. Also, アマタンの頭に飛び乗ったんだ。そして犯人が乗せたアマタンの発信。まずは毒ガスの洗礼だね。生身の犯人に毒ガスは防げないけど、即死しないから問題なし。続くパネル室には高圧電流。失敗したら即死だけど、箱入りビッチの能力でやり直せるから問題なし。 というわけで、完全制覇！重要研究室、ついに陥落だ！犯人は、僕たちがこの方法に行き着くことを見越していたんだ。その結果、自分が何度も死ぬであろうことも。犯人が飛び乗った時の映像の乱れ、そこで僕は気づくべきだったんだ。今更そんなこと言っても仕方ないよ。 それより次行くよ。次。すごい。サバ、シュレク。博士の研究室のドアを開けるには、アマタンの腕を伸ばしてスイッチを押す必要があったんだよね。で、ドアが開いて人が通れる隙間になったら、犯人は先に部屋に侵入したと。アマタンは腕を伸ばしていると他の操作ができない。 だから犯人はカメラに映らなかったんだ。で、ジジイ博士を殺し屋と同じナイフでぶっ切るしたんだね。ジジイ博士は耳が不自由だったから
Drei Stiche. Da war wirklich viel Wut dahinter. この間に犯人は通気口から出て廊下へと向かったんだ。そこで犯人は殺し屋に見つかって。犯人は毒ガスを浴びていたから死ぬのは時間の問題だった。でも毒ガスで死ねば誰が博士を殺したか犯行が露見してしまう。それを隠すため殺し屋に自分自身を殺すよう依頼していたんだ。 これらの犯行に犯人は超探偵たちを利用していた。犯人は超探偵たちの能力を信用してたんだろうね。その力で自分を博士の元に連れて行ってくれるはずだって。でもなんで死んでまでその犯行を隠そうとしたのかな。今となってはわからないけど、探偵としてのプライドか仲間である僕らに知られたくなかったからか。 どちらにしても僕はもう真実と向き合う覚悟はできている。Ich glaube, das werden wir nie erfahren. Wieso er das so vertuschen wollte? Vielleicht wollte er wirklich einfach nur, dass wir ihn nicht als Mörder in Erinnerung halten. Ich muss weinen. でも、どうして、ヤコ所長、どうして、どうして。 相談してくれなかったんですか。どうしてこんなことをしなければならなかったんですか。僕たち何も言わずに所長はそれで胸を張れたんですか。所長ってば。相手が誰だろうと関係ない。真犯人の魂を駆除して謎迷宮を崩壊させる。それが 俺様ちゃんの存在意義だから。みなぎる殺意、溢れる絶望。死神ちゃんの美しき魂が邪悪な事件を打ち砕く。 Ich muss mir ein bisschen die Tränen aus dem Gesicht wischen. Finde ich ja gar nicht schön jetzt. Ich meine, sie macht das wie immer ganz wunderbar. Ich bin am Boden zerstört. Ich bin nicht ganz sicher.